逆、反対。はい。はい、それで、手前にギュッとできる。運転手だね。上げますね。難しそうだな。でもなりたい。例えば大洗、あそこに赤い印があるのが大洗駅です。大洗から三段上、水戸、320円と書いてありますね。例えば大洗から水戸まで行くといえば160円の切符を買いますね。で、ここに飾ってるのは大洗駅、大洗駅発車の時刻表ということになりますね。12時を過ぎた後は13時、14時、15時、16時、そういう言い方します。どこに列車がいるのか、これ見るだけでわかります。点滅してますけども、この信号が今緑ついてましたけども、この信号を見て、あ、今入ってきました。で、ここに止まります。一番近い線、まもなくは聞こえてきます。私は毎日通学で電車に乗ってるんですけど、その時も今日学んだことを忘れずに活かしたいです。私は毎日は電車に乗らないんですけど、電車に乗った時は今日勉強したことを思い出して乗りたいです。社員一丸となって、お客様をおもてなししているというのがうちの会社の強みかなというふうに思っておりますので、ぜひ乗車してですね、それを体験していただきたいなというふうに思っております。イエーイ。